M16 自動小銃。M16 自動小銃は、有人ストーナーによって開発されたアメリカ軍の、小口径自動小銃。アーマライト社の製品名は AR、AR-15。アメリカ軍の正式名は、ライフル、キャリバー 5.56mm、M16、M165.56mm 後継ライフル。ブラックライフルの異名も持つ。後に、M16 として結実する。 新型ライフルの開発は、はじめ、による、ベンチャー事業として着手された。その後より大きな資本を得るため、サリバンは、フェアチャイルド社と提携することとした。1954年、フェアチャイルド社の重機開発部門として、アーマライトが設立され、サリバンが社長、チャールズ・ドーチェスターが工場長、そしてユージン・ストーナーが主任エンジニアを務めた。 1955年 7.62mm 口径の AR-10 が開発された。1950年代後半よりアメリカ軍では小口径高速弾ナイフルプログラムを開始しており、アーマライト社もレミントン社と共同でこの計画で使用する弾薬の開発を行い、AR-10 を小口径化した小銃が開発され、後に AR-15 となった。 1957年5月、ホートベニングの不評学校で、小口径高速弾ライフルのデモンストレーションが行われた。この時展示された AR-15 は、既存の222レミントン弾を元にした222レミントンスペシャル弾を使用していたが、この弾薬は後に改良されてとなった。このテストでは、アメリカ陸軍武器化が FN フェル、 T48 をもとに昇降経過した改造小銃とウィンチェスター社が試作したライトライフルも対象となった。T48 改めは不合格とされ、ウィンチェスターライトライフルと a r 1 5は m 1 4の後継小銃になりうると評価されたものの、1958年8月、不評兵器審議委員会はいずれもさらなる研究開発が必要と結論した。 このため、ウィンチェスター社は、トライアルの継続を断念した。1959年初頭、AR-15 採用の可能性が検討され、スプリングフィールド M14 の代替小銃として、選定トライアルを継続するか、昇降系小銃のトライアル自体を中断するか、7.62mm 後径小銃の、代替ではなく、特殊用途の小銃として検討するかが議論された。 5月には陸軍戦闘開発実験センターより理論上 AR-15 で武装した5から7名の小銃組は M14 で武装した11名の分隊よりも多くの目標に命中させることができるとの報告書が公表された。空軍警備隊では航空機への被害を抑えるという観点からフルサイズの小銃ではなく M2 カービンを使用しておりこれを代替する 軽量小型のカービンを模索していた。1960年7月、AR-15 を試射した空軍のカーチスルメー将軍は、この小銃を M2 カービンの後継として推薦することにした。1960年11月、空軍による評価試験が承認された。1961年、ルメイ将軍は空軍への AR-15 小銃8万丁の 調達を申請したが、旧式とはいえ十分な数の M2 カービンを保有している上に、陸軍、海兵隊への M14 小銃の調達が進んでいたことから、これに加えて、新しい小銃を導入することには、抵抗が強かった。このことから、まず東南アジアに駐留する部隊に限定的に導入されることなり、1961年9月、8500丁の 導入が承認された。また南ベトナム前軍事援助顧問団、マグ V でも M1 小銃よりベトナム人の体格に適合し、M2 カービンより威力に優れることを評価して船長を調達した。1962年1月 AR-15 は M16 としてアメリカ空軍に採用され、空軍は再度8万丁の調達を申請した。 当時提されていたギギに対して空軍が真摯に対応したことから議会は今度はこの予算を認可した。また同時期にネイビー・シールズも172兆を試験調達して高評価を与えた。陸軍は1962年よりフレシェット弾を使用する新型不評価機の開発に着手していた子からこれと競合すると見込まれた AR-15 の調達には 慎重な立場を取っていたが、1963年にはスプイの配備までの暫定策として AR-15 を導入することになり、5月より XM16E1 の部隊配備を開始した。上記の経緯より先行する AR-10 を元に昇降経過して開発されたことから多くの特色を引き継いでいる。重量軽減と対腐食性のため、 XM16E1 では、レシーバーはアルミニウム合金、当初はナンバー6061、1968年よりナンバー7075製とし、表面には陽極酸化処理とパーカライジング加工を施した。ただし重心やボルト、ボルトキャリアなどの内部機構は鋼鉄製とされた。また重傷やハンドガード、グリップは GFRP 製とされ、 重症内部には発泡プラスチックが充填された。構成部品数は約100個であった。重症の内部には作動時に交代するボルトキャリア後部、バッファーリングスプリングを収納するためにリコイルスプリングガイド、リコイルバッファーが収納されている。このためカービンモデルでも側面への折りたたみ式の重症を採用できず伸縮式の重症が採用された。また、 M16A1 の途中から重症内部にクリーニングキットの収納スペースが設けられた。動作方式はダイレクトインピンジメント式、ガス圧直接利用式とされた。全部調整のコンから上部レシーバーにかけて重心上部に沿うように細いステンレス製のガスチューブが伸びており、ボルトキャリア上部のチューブ型のガスポートに接続されている。発射ガスはガスポートから ボルトキャリア内のがスチャンバーに導かれ、その膨張する圧力で、ボルトキャリアが交代する。ボルトには8個のロッキングラグが放射状に並んでいる。重心に、クロームメッキを施せば、耐久性が向上すると提案されていたが、コスト面の問題から当初は採用されなかった。その後、まず1967年5月から薬室と激震に、 そして1971年からは重心にもクロームメッキが施されるようになった。逆にボルトは当初はクロームメッキ処理されていたが、1967年以降はパーカライジング処理となった。安全装置を兼ねたセレクターがセーフ位置にあることを確認し、断層を差し込んだ後、リアサイト下にあるチャージングハンドルに指をかけて引き、離すと、 チャンバーに初段が装填され、同時にハンマーが起こされる。チャージングハンドルにはロックがあり、指をかけた状態でないと引けない。断層が空の時チャージングハンドルを引くと、ボルトキャッチにより、ボルトキャリアが交代したままの位置で保持される。チャージングハンドルは、ボルトキャリアの位置に関係なく、離せば定位置に戻る。この状態では、断層交換後、銃の左側面にある、 ボルトキャッチを押すと、ボルトキャリアが解放されて前進し、初段の装填とボルトの閉鎖が行われる。右手でグリップを握った場合、親指の位置にセレクターレバーがある。セーフ、安全、セミ、半自動、単発、オート、自動、連発、またはバースト、三転車と切り替えることができる。右側面にある灰、鞘口のダストカバーは、 発射時にボルトキャリアが動くことで自動的に開くため通常は閉めておいても良い。酷使によりボルトの不完全閉鎖が起こった場合は右側面のボルトフワードアシストノブを押すことでボルトを前に押し込むことができる。前段発射されるとボルトが交代位置で保持されるので右側面のトリガーガード前にあるマガジンキャッチボタンを押しながらマガジンを抜く。 サイトの高さ調整はフロントサイトで行う。弾丸の先の尖った部分でスプリングピンを押し下げながらフロントサイトを回転させることにより高さ調整ができる。左右の調整はリアサイトで行い、同様に弾丸の尖った先でスプリングピンを押しながら回すことで調整する。リアサイトは M16 では L 字型の穴消紋タイプで近距離。 0から300メートル用と遠距離300から500メートル L の刻印が穴の下にあるをどちらかに倒すことで距離を選べる。M16A2 では近距離0から200メートル用と遠距離200から800メートル L の刻印が穴の下にあるをどちらかに倒すことで距離を選べる。微調整はサイト下のレンジアジャスティングドラム調整用ダイヤで行うこともできる。 投機作戦のように厚いグローブを着用しているときは、トリガーガードの前側にある、ロックボタンのスプリングピンを弾丸の先で押すと、トリガーガードを下に降りたため、トリガーガードがない状態で操作できる。ストックの片当て部分にある蓋は中にクリーニングキットが入っており、クリーニングロッドやチャンバーブラシが内蔵されている。通常分解掃除は弾丸の先を使って、 テイクダウンピンを銃の左側面から押すことで中折れ式にボルトが解放されるのでボルトを抜き出した後チャンバー、ボルトの掃除をする。空軍に配備されていた最初期モデルであり、モデル601は1959年から1963年にかけて、モデル602は1963年から1964年にかけて生産された。M16。 モデル604はアメリカ空軍向けの最初の正式モデルであり、1964年から1965年にかけて生産された。並行して陸軍、海兵隊向けに生産されていた M16E1、モデル603とは異なり、ボルトフォワードアシストを備えておらず、ボルト閉鎖不良時の対応に問題を残した。モデル603は陸軍、 海兵隊向けの最初の正式モデルであり、まず1964年より、XM16E1 として実験的に生産、配備された後に、1967年以降は、その教訓をフィードバックした M16A1 に移行した。また納入済みの XM16E1 も、軍の施設で、M16A1 仕様に回収された。XM16E1 では、 生産開始直前になって、陸軍の要請を受けて、完全閉鎖しなかったボルトを強制的に閉鎖させる、ボルトフォワードアシストが追加された。また最初期のモデルは、従来と同様に、三叉状の消炎機を備えていたが、木の枝や鶴に引っかかりやすい上に衝撃に弱く、水も侵入しやすかったことから、1966年9月より、 先端が閉じて4つのスロットが切られた鳥かご型へ変更された。1968年から1969年にかけて既存の XM16E1 のほとんどがこの仕様に回収されたが一部では三車上のままで仕様が継続された。1965年より XM16E1 を装備した部隊が ベトナム戦争で実戦に参加するようになると多くの問題が指摘されるようになった。故障の最大の原因が発射薬の変更で、正式化以前は市販のイムア火薬を使用していたのに、対し、正式化された M193 弾では、ストーナーの反対にもかかわらず、7.62mm 弾などと同じ粒状弾薬が採用された。これはイムア火薬よりも安い一方で、 燃えガスが多く、ガス圧直接利用式という動作方式もあって、動作不良につながりやすくなっていた。またクリーニングキットも不足しており、コルト社が M16 は先進ライフルでメンテナンスの必要はないと過剰広告していたこともあり、舞台では有効な手入れ法が指導されていなかった。さらに、不適切な潤滑油の使用による弾薬の不発化や弾薬に 潤滑油を塗ることによる機関部への異物混入、リコイルスプリングに取り付けられたバッファーの機能不良なども動作不良の原因となっていた。これらに対し、イラストを多用したマニュアルの配備を含む教育強化、ボルトのクロームメッキ処理、ストック内へのメンテナンスキット収納など、順次に改良策が講じられた。1980年、北、大西洋条約機構、などは、 FN ハースタル社が開発した SS109 弾を新しい標準弾薬として制定し、アメリカ軍でも M855 弾として正式化した。これは従来の M16 で使われていた。223レミントン弾、M193 と同じ寸法だが、弾丸が重くなり、また鋼鉄製の弾芯を挿入して、貫通性能を向上させた。M16A1 をに、 この診断薬の運用に対応して、設計を修正したのが M16A1E1、e、であり、1983年に M16A2 として正式化された。M16A1 の重心は12インチで1、回転するライフリング1から12が刻まっていたが、これは223レミントン弾 M193 に最適化したものだったため、これより重い M855 弾を 安定して飛翔させるためには、ライフリング転動を変更する必要があった。このため、M16A2 では7インチで1回転する、ライフリング、1から7が刻まれた。また、重心の厚みも、より肉厚に変更されたほか、下記のような変更が加えられた。これらの改良を経て、アメリカ軍正式ライフルとして使用が開始されたが、3点バースト機構について兵士からは、 命中精度にばらつきがあり、使い勝手が悪いとの意見もあるほか、M16A2 や M16A4 はバースト射撃の作動機構にギアラック式を採用しているため、2発発射された時点で引き金を戻した場合、次に引き金を引いた時には1発しか発射されない欠点がある。上記の通り、M16A2 はフルオート射撃の代わりに三転射を行うように設計されているが、 特殊部隊の戦闘では、フルオート射撃の機能が必要だったことから、海軍がスポンサーとなり、フルオート射撃機能を備えた派生型として、M16A2E3 が開発された。これは1992年より、ネイビー・シールズに配備され、1996年には、M16A3 の正式名を与えられた。その後、シールズ以外にも、海軍憲兵や、 建設工兵にも配備が進められた。また2007年には、官邸上院用として配備されていた M14 も、M16A3 に代替更新された。M4 カービンでは、キャリングハンドルを脱着式にし、アッパーレシーバー上部にピカティニーレールを持つ、フラットトップレシーバーが採用されたが、これは非常な成功を収めたことから、M16 シリーズのメインストリームにも、 バックフィットされることになった。これによって開発されたのが M16A4 で1996年に陸軍がまた1998年には海兵隊も正式化した。まず1964年 M7 十剣とグラスファイバー製の M8A1 章が採用された。形状はシンプルなストレート状で M14 用の M6 の改良型とされている。また、 M16A2 の採用に合わせて、1984年には M 9多目的銃剣と M 重傷が採用され、1987年より支給が開始された。これは戦闘用ナイフとして使う他にも、鞘と組み合わせればワイヤーカッターとして使えるほか、上部ブレードはノコギリになっているなど多機能性を持っていた。アメリカ海兵隊は M 9を 本格採用せず M7 を使い続けたが、M7 とか、バーナイフの機能を統合する重剣として、OKC-3S、OK、を開発、採用した。1964年、コルト社は AR-15 をもとに、重心長を短縮したカー -15 カービンと、さらに短縮したサブマシンガンの開発に着手した。前社は、モデル610。 後者は609として設計され、1967年1月、アメリカ陸軍はモ、モデル610を XM177、e、モデル609を XM177E1 として正式化した。また空軍でもワウマイナス 5A として採用された。4月には重心を3 8ミリ延長したモデルが登場し、陸軍では、XM177E2、空軍では、 マイナス5 A、A として採用された。1980年代には M16 のカービン版を求める声が再び上がり、1984年9月、M16A にカービンプログラムが開始された。これによって開発されたのが XM4 で、1987年 M4 として正式化された。これは M16A2 と同様に、 フルオート射撃の代わりに三転車を行うように設計されていたが、その後、特殊部隊からの要望に応えて、フルオート射撃機能を備えた M41 が開発され、M4A1 として正式化された。また QX19mm パラベラム弾を使用する短期間10番も開発された。モデル三十五は作動方式をブローバックに変更しており、またマガジンは、 ウージーサブマシンガンのものに改良を加えて使用す。は、通常の狙撃銃よりもコンパクトで M4A1 よりも、射程、射撃精度に優れた千バズいてライフルとして、開発された。ネイビーシールズによる、偵察用ライフルプロジェクトがベースとなっており、開発は2000年より開始された。ただしロックアイランド陸軍兵器交渉とクレイン、海軍基地兵器開発センターに、 民間企業が加わっており、開発経緯は、不詳の部分が多い。陸軍特殊部隊は MK m、m k 1 2 m o ド0シールズと陸軍レンジャー部隊は、m o ド1を採用した。ただしシールズは SPR をあまり高く評価しておらず、406mm 重心のカービンを選ぶ傾向がある。重心は高精度、軽量化したもので、ハンドガードとともに、キブ以外は、 他のパーツに接触しないフローティング式になっている。銃口には専用のサプレッサーの取り付けが可能である。標準のスコープは、デューポルド社の TS-30A2 で、他に、ロイポルト社の LRM3 や、ナイトフォース社の NXS なども用いられる。なお本銃と合わせて、精密射撃用弾薬として、弾頭重量を 4g。 62グレインの M855 から5グラム77グレインに増した新設計の MK262 モッド1-2が開発された。これは従来の弾薬と比して射程が長く、ストッピングパワーも向上していることから、ほとんどの特殊部隊が採用するようになった。ただし、高性能弾身が挿入されていないために貫通力が低く、また製造に手間がかかるため効果でもある。 は、M16A4 を、狙撃銃として改良した、分隊上級位テライフル、スクワット・アドバンスト・マークスマン・ライフルである。サム・アールは、アメリカ海兵隊に配備されている、M14 をベースとした、DMR ・デジグネーテッド・マークスマン・ライフルの後継として、開発された。競技重要、ステンレス重心のクリーガー・ s s を採用し、ハンドガードは、ナイツ・シャー・ RAS で、 フローティング式になっている。標準のスコープは、デューポルド社の TS-30A2 である。SPRMK12 とのコンセプトや仕様の共通点も多い。SDMR は、M16A4 を、狙撃銃として改良した選抜エテライフル、スクワットデジグネーテッドマークスマンライフルである。わかりやすく言えばのアメリカ陸軍版である。M16 を元にした。 分体支援火器も開発されており、LSW、ライトサポートウェポン、軽支援火器と称される。また後に、コルト自動小銃と称されるようになった。M16 の各バージョンを元にして製造されているため、数機種のバリエーションが存在する。ハンドガードが角が丸い四角形となり、画面にグリップが追加された。M16 ライフルの機関部を流用して、 これに肉厚のヘビーバレルと折りたたみ式の2脚を付している。球団は断層式で標準的なスタニッヒマガジンのほかなどのドラムマガジンも用いられる。なお、アメリカ海兵隊でも同様のハバーモデルを分体支援火器として検討したが、重心が加熱して連続射撃ができないことが問題視され、性能試験は1977年に中止された。 ただし海兵隊の一部では運用されているほか、中南米や中東諸国の一部でも採用されている。またディマコ社での生産分はカナダ軍で採用された。M231FPW は M2、M3 ブラッドレイのガンポートで使用するために開発された小銃。M16A1 を元にしているが、射撃はフルオート以外不可能で、作動方式はオープンボルト、 照準機やストックは取り外されている。当初は緊急時に車外で使用するための伸縮式ワイヤーストックを装備する計画もあったが実現しなかった。狙って当てるようなものではなくあくまでも弾幕を展開することにより敵不評から車両を防御することを狙ったものである。弾薬には栄光弾を使用し射撃時には眼ポートの上に設けられた窓から その弾道を目視して車線を調整する。ブラッドレイのガンポートが廃止されたため現在は使用されていない。AR-15 は M16 がアーマライトで開発された時の製品名。正式採用前は AR-15 モデルナンバー602としてアメリカ政府に納入された。現在は各重機メーカーが販売する。 セミオートのみの民間版にこの名称が使用されている。民間版の AR-15 は M16 からフルオート機構を削除した以外は基本的に構造は同じで外観は M16、M4 の各バリエーションに準じたものがある。また標的射撃用にはフローティングマウント化したヘビーバレルやハンドガードを採用し、 スコープ装着のためフロントサイトを省略したモデルもある。フルオート用トリガーブロックを組み込む違法、改造防止のため、レシーバー内の部品構成や配置は M16 と意図的に変えている。車や車などは重心を極端に短くし、ストックを取り去ったピストルモデルを製品化している。これらは特殊部隊用にサブマシンガン化した M16 に習ったものだが、精度に関しては当然。 ライフルサイズに比べてを取る上、場合によっては、動作に悪影響を与えるデザインを行っている、場合もある。コルト社は、アサルトライフル販売規制による、市場イメージを考慮し、製品名を AR、AR-15 から、コルトスポーター、コルトマッチターゲットなどに変更した。コルト社以外にも、アーマライト社、M15 野社、SR-15、ブッシュマスター社、 XM-15 など大多数の会社が類似製品を販売しており、一部についてコルト社はライセンス侵害を訴えている。アメリカ国内で多発するスクールシューティングの多くで犯人が AR-15 を狂気に使用しているオーロラ銃乱射事件、サンディフック小学校銃乱射事件、サンバーナーディの銃乱射事件、ラスベガス銃乱射事件、マージョリー・ストーンマン、 ダグラス高校銃乱射事件など。2019年、コルト社は、高出力の半自動銃への需要が低迷し、供給多の状態になっているとして、AR-15 の消費者向け製造をやめると発表した。M16 は、コルト社や同社の委託で、GM 社や H&R 社が生産し、アメリカ軍に納入していたが、コルト社の経営危機器により製造権が、 アメリカ政府に移り、現在では FN 社が主に生産している。コルト社は M4 を受注しているものの、国内では生産しておらず、カナダコルト、米国コルト社に買収されたキューディマコ社が M16、A2 に相当する C7 と M4 に相当する C8 を生産し、正式採用している、カナダ軍に納入している。M16 の後継機種としては、多くの候補が提案。 検討されてきた。そもそも、アメリカ陸軍では、上記の通り、M16 は、フレシェット弾を使用する、新型不評火器の完成までの暫定策としての性格もったが、スプイの開発は頓挫した。また海兵隊は、ストーナー63を M16 の後継として、使用したが、採用はされなかった。1986年からは未来型戦闘ライフル。 の計画が開始された。スプリで検討されたようなアーイ社のフレシェットライフルや、H&KG11、シュタイヤー社のフレシェットライフル、ストーナー率いる、アリス社の先進個人武器システム、そして M16A2E2、e、が検討の訴状に上ったが、結局いずれも多くの問題を抱えている上に、原油をかけを凌駕する性能はいられないことが判明し、計画自体が中止された。 1990年代末には、個人戦闘兵器、DCW 計画がスタートした。これは、重本体に、連装式、グレネードランチャーや電子スコープのモジュールを一体化しており、H&K 社は、XM29 を開発していた。しかし、複雑さや、重量型、予算超過が、問題になり、2004年に開発中止となった。続いて、 H&K 社は XM8 を提案した。これは部品を交換することで、ライフル、カービン、コンパクトカービン、オートマチックライフルに組み換えられるのが、セールスポイントだったが、やはり現用火器に対する優位性が薄いとして、採用目前の2005年に、キャンセルされた。新要求仕様に基づき、現在、M16 を製造する FN 社は、すでに、 アメリカ軍特殊部隊向けの導入が決定している、モジュールの組み替えにより、不評用アサルトライフルにも、分隊支援器にもなり、5.56mm と 7.62mm の、後継バリエーションを備えるスカー L、H、スペシャルフォーセスコンバットアサルトライフル、LIGE ヘビーリスペクティブ D を提案している。一方、H&K 社も、スカー同様の後継バリエーションを備え、 一部特殊部隊向けに納入実績のある HK416、HK417 で対抗する動きがある。次期正式ライフルが 5.56mm を踏襲するのか診断薬の 6.843mmSPC へ移行するのかも未決定であるため、これらの候補は 6.8mm モデルも前提に設計されている2005年10月時点。 民間人の銃砲所持に、規制の多い日本だが、M16 の民間版である AR-15、販売価格30万円前後の所持は可能。狩猟用途でライフル所持許可を取得するには、銃砲所持許可を取得し、両銃、三弾銃や、セディ用、ライフル銃など、を10年間継続所持した実績及び狩猟免許を取得する必要がある。 さらに、狩猟用ライフル銃の口径は 6mm 以上でなければならないため、コンバージョンキット、回収部品で 6x45mm や 7.62x39mm へ変更する必要がある。また、ピストルグリップ、独立悪波は、握り部分に穴が開いたサムホール型ストックへ、弾装は、相弾数5発に制限するなどの回収。 兵器でなく領収化すること。市民の兵器保有は禁止も要する。銃規制強化やアメリカ同時多発テロ事件による銃器輸出入規制にこうし、新規許可は難しくなっている。アメリカには、玩具メーカーである、マテル社製の M16 が存在するという噂がある。バービー人形や、モデルガンで有名なマテル社が、ベトナム戦争時に、 コルト社の委託で M16 を生産していた、またはグリップやストックなどのプラスチック部品を生産していたというもので、事実無根だが、配備当時は珍しかったプラスチックとアルミを多用し、それまでの小銃より小ぶりで安っぽい印象のあった M16 を兵士がマテルの玩具、マテルトイと揶揄したことや、コルト社が自動車メーカーのゼネラルモーターズ、 GM などに生産委託しいたことが噂の発端とされる。実際マテル社は M16 のトイガンを販売しており、映画グリーンベレーではこれを機に叩きつけて追ってしまうシーンがある。またフルメタルジャケットの原作では海兵隊兵士が M16 をマテルと呼んでいる。ライバルといえる AK-47 シリーズに 比較すると、特に過酷な条件において性能に難点があることや、販売、流通にある程度の規制があることなどから、民兵組織において、M16 が主力として使用されているケースは決してはないが、アイルランド共和軍、IRA 暫定派、アーマライト AR-18 と共に使用された、カレン民族解放軍、レバノン軍団、新人民軍、ヒズボラ、 メキシコの麻薬組織などで M16 やそのファミリー及び CQ などのクローンが使用されているとみられる。ミャンマーのアラカンロヒンギャ旧世軍はマークに M16 の図柄、参照を採用している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。